あちさちあちです。こんにちは、えっちゃんです。りっちゃんです。はい、ということで今回は、はい、プニコンサッカーというものをやっていくんですけど、皆さん、はい、プニコンサッカーやってますか？はい、ということでまだ始めてない方のためにこの練習試合っていうので基本操作を説明していきたいと思います。はい、ということでね、はい、プニコンでまずここを決めて、うん、フリックでキックできます、うん、はい、こうやってキック、今パスしましたね、うん、でこうやってこの操作でドリブルもできて、でシュートの時もフリックで、えい、シュート、おー、ナイスシュート。相手のボールの取り方をちょっと一回やりたいね、うん、これね、今相手のボールなんだけど、はい、近づいてって、これで今ボールを上手に取れました。すごい、まあ、こうやって遊んでいくゲーム、うん、ね。はい、じゃあね、はい、さっきは基本操作だったんだけど、うん、試合をちょっとやってみたいと思います。えっちゃん大丈夫？結構強そうだよ。集中します、うん、前半戦キックオフ、早い、相手が早い、相手早い、相手早い、すごい走る、ああ大丈夫、あ大丈夫、焦んない、焦んない、あーあー、取られちゃった、スライディング取る、オッケー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 、おーしよ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 し、あー誰もいないボールを取ったから、シュート、おー先制ゴール、おお、いいよいいよいいよ、おっ、シュート、やばれ、あーキッチ、ちょみはね、取られちゃうね、はい、後半戦になりましたが、試合再開、ゴールもう一点いこう、まだ時間はある、今のは私の、今のは私の、ゴール内に狙いたいんだ、そうなんだね、シャンスが打った、うえ、うえ、うえ、すごい、すごい、ここで主審が増え、まあまあまだまだ、実は今の試合もあったんだけど、うんうん、シュート練習っていうのでキックターゲットができる、えじゃあさ、3人でさキックターゲット対決しようよ、もちろんね、負けた人は罰ゲーム好きです。スタート、本当に集中してるもんね、うん、もうだって全く画面を見せつけ見せようとしてこないからね、何が起きてるか全く分かんない、なんかサクセスが出てるから、なになになに、え、そんな、なんか超連打してんだけど、で、そんなやったもん勝ちみたいなとこあんの、いや、私、まあ、ちーちーちー、あでもこれやっぱりどん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 バン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 ってやらないと、ね、はい、出ました、はい、そうです、 SS 79,700 点取らせていただきました、止まってやばいやばいやばい、あ、やばい、アニメできた、イエーイ、できた、あと何秒、あと何秒、あと1秒、やばいやばいやばい、大丈夫、ね、今ちょっと見えてるんだけど、あ、でも SS だけど47,300点、あ、まあね、まだヨッチがいるからね、だって私もこれランク SS だからね、おい、なめんじゃねえぞ、ね、やばい、よし、いいよいいよ、ヨッチ、2枚抜き狙った方がいいんじゃない、ヨッチ、2枚抜き狙った方がいいよ、うるさい、だめ、おぉ、マジか、くそ惜しい、オッケー、え、ちょっと待って、ヨッチ2枚抜き上手くない、オッケー、なんだと、なんだと、お、私は誰だと思って、コソレン、なんだと、やばいやばい、コソレンってしてたでしょ、待って待って、やめてよ、明らかな技術、うわー、抜かれしまーす、これがコソレンの神です、まあ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 、君何、君何、君なんだっけ、教えて、あー惜しかった、惜しい、でもよく頑張った、君たちよく頑張った、りっちゃん罰ゲームだよ、リーダーシップがまさかの罰ゲームだぜ、もちろんね、負けた人は罰ゲーム付きです、楽しそうな顔してるな、実際のキックターゲットやって、それの得点も加味して一番ビリだった人が罰ゲームやることにしない、もうそれで負けたら、うん、ちゃんとやるから罰ゲーム、ああなるほどね、うん、じゃあ、うん、じゃあやろうか、やりに行くか、うん、ちょっと行きましょう、表出ろ、表出ろ、何だ何だ何だ、かぶってんだよ、得点は一番下の2つね、2って書いてあるとこが2万点、上の両端が3万点、真ん中は5万点、いやいやいや、ちょっと待って、さっきの勝負全然意味ない、さっきの得点を合算してビリだった人は罰ゲーム、なるほど、得点が一番高かった、はい、どっちかでいきましょうか、はい、ということで3回チャレンジできるということで、まずは1本目です、いくぞ、1本目当てて、2本目、あーあ、よくラストだよ、よし、それでは私1本目
ちょっとやる気ないもん。やる気ないよね、あれね。いや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 、何やねえ、やる気。2本目うわー、危ない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 、決められたね。そうだね。3本目あー、おめでとう、ナイス。4万点以上、4万点以上取れば一気に1位に躍り出るのでね。うわー、2本目、はい、イエーイ。真ん中狙うしかないね。ラスト3本目、イエーイ。今回は人生で一番恥ずかしかったことをこの外で河川敷で大声で叫んでください。それではどうぞ、いきます。みんなが前で鉄棒をした時、力んでおならしちゃったことがある。みんなが前で鉄棒をした時、力んでおならということで、プニコンサッカーは簡単な操作で本格的に遊べるので、皆さんも遊んでみてください。プニコンサッカーのダウンロードリンクは概要欄の方に貼ってありますので、ぜひぜひ遊んでみてね。それではこの動画が面白かったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次回お会いしましょう。またね、またね。待って、今なら入れられる気がするよね。なんかね、ヨッチが入れたならって。